仰向けになってください。くつろぎのポーズでお休みしていきます。数分間のくつろぎで数時間の睡眠に匹敵するようなリラクゼーション方法です。靴下を履く方やタオルをかける方などいらっしゃいましたらご用意ください。準備ができた方はそのまま楽に呼吸をしてください。では始めます。手をこすってください。手のひらが熱くなるようにこすってください。かなり熱くなってきたでしょうか。熱くなってきましたら右手が下、左手が上になります。お腹の上で重ねていただいて、おへそを中心にぐるりぐるりと時計回りに温めながらマッサージしてください。真ん中で止めてください。では親指と人差し指で三角形を作り、三角形の真ん中におへそが来るようにお腹の上に当ててください。では手やお腹の動きを確認しながら腹式呼吸をしていきましょう。息を吸ってお腹をぐーっと風船のようにパンパンに膨らませてください。少し息を止めて、息を吐いてお腹をぺっちゃんこにします。もう一度息を吸ってお腹を風船のようにぐーっと膨らませます。そしてそこでちょっと息を止めてください。息を吐いてぺちゃんこにします。最後の一絞りまで出してください。腹筋を使います。もう一度息を吸ってお腹を膨らませてください。そこでちょっと止めます。息を吐いてぺちゃんこにしてください。最後にもう一つ息を吸ってください。ちょっと止めます。最後に息を吐き切ってぺちゃんこにしてください。全部吐きましたらば自然に空気が入ってきますので、自然な呼吸に戻してください。腕を外し両手両足を開いたらくつろぎのポーズでお休みしてください。足は腰幅の 1.5 倍を基準に、ご自分でちょうどいい広さがあればそれで結構です。あまり開きすぎているとお尻の外側が疲れてしまいますので、ちょうどいい広さで保ってください。手のひらは天井に向けて、脇の下には握り拳一つ分入るくらい開けていただきます。あまり開きすぎていますと肩が疲れますので、ほどほどの広さを探してみてください。そして全身の力を抜いてください。今から深い大きいくつろぎを感じていただきます。やっていただきますと
脈拍や血圧が低下していきます。皮膚の電気抵抗が良くなりますので、血液の循環が良くなります。大脳の緊張が消え、ストレスが解消されます。脳幹の働きが活発になりますので、自律神経やホルモン線が調整され、自然治癒力が自然と高まります。なるべく全身の力を抜いたら、大脳を休ませるように心がけてください。両足首、両手首の力を抜いてください。全身の筋肉もだらーんと抜けていきます。一息吐くごとに、体の老廃物がどん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 溶け出して、下の方に流れ出していくような、そんな感じがしています。一息吐くごとに、体の疲れや汚れがどん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 溶け出して、下の方に流れ出していくような、そんな感じがしています。両足のつま先の方から細かくくつろぎを感じていきましょう。眠くなってしまった方はそのまま眠っていただいて結構です。両足のつま先の指一本一本の力が抜けています。親指、人差し指、中指、薬指、小指、すべての指の力が抜けて、とてもよくくつろいでいます。足の裏も同様にくつろいでいます。同じようにかかと、足首、ふくらはぎ、膝、すべての力が抜けています。すべての力が抜けて、とてもよくくつろいでいますので、膝から下がだん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 重みを増し、どん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 床の方に吸い込まれていくような、そんな感じがしています。だらーんとした重たい感じがしています。続いて同じように、両足のももの前側、ももの裏側、足の付け根、すべての力が抜けています。すべての力が抜けて、とてもよくくつろいでいますので、両足全体がだん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 重みを増し、どん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 床の方に吸い込まれていくような、そんな感じがしています。だらーんとした重たい感じがしています。続いて両腕も、両足と同じように細かくくつろぎを感じていきましょう。両手の指先の指一本一本の力が抜けています。親指、人差し指、中指、薬指、小指、すべての指の力が抜けて、とてもよくくつろいでいます。手のひらも同様にくつろいでいます。手の甲、手首、腕の下の方、
肘、腕の上の方、脇、肩、肩甲骨の周辺、すべての力が抜けています。すべての力が抜けてとてもよくくつろいでいますので、首の骨や首につながる部分がとてもよく伸びています。胸もお腹もリラックスして、心臓は規則正しく鼓動を続け、先ほどからたっぷりとした呼吸が続いています。顔の筋肉すべての力が抜けています。口元は軽くほころび、目の周りの力も抜け、眉間にはシワなどが寄っていません。そして額だけが涼しい感じがしています。額だけが涼しい感じがしています。先ほどから楽に呼吸が続いています。楽に呼吸が続いています。
それでは少しずつ目覚めていただきます。まぶたが軽く開かれます。目覚めた後はとても心地いい気持ちがしています。目覚めた後はとても清々しい、とてもいい気持ちがしています。少しずつ目覚めていきましょう。一つ、手と足に力が戻ってきます。手と足に力が戻ってきます。二つ、全身に力が戻ってきます。全身に力が戻ってきます。三つ、だん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 意識がはっきりしてきました。だん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 意識がはっきりしてきました。四つ、だん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 頭が冴えてきました。だん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 頭が冴えてきました。5つ、軽くまぶたが開かれます。それでは目を開けてください。肩などをほぐしていきましょう。両手は下に向けて、お尻の両脇に置いてください。今から右手、左手、両手の順番で頭の上に伸ばしていただきます。呼吸を止めるところがあるので、一緒に合わせてやってみてください。息を吸いながら、右手は天井を通り、頭の上に伸ばしてください。手の甲がついたら、そこで5つ止めます。1,2,3,4,5、息を吐きながら元来たところをたどり、最後は手のひら床に下ろしてください。もう一度息を吸いながら、左手は天井を通り、頭の上に伸ばしてください。手の甲がついたら、そこで5つ息を止めます。1,2,3,4,5、吐きながら元来たところをたどり、最後手のひら床に下ろしてください。では両手一緒に行きます。息を吸いながら、両手は天井を通り、頭の上に伸ばしてください。手の甲がついたら、そこで5つ息を止めます。1,2,3,4,5、吐きながら元来たところをたどり、最後は手のひら床に下ろしてください。次は手のひら天井に向けて、お尻の脇に置いてあげてください。今度は両手を円を描くように横から頭の上に伸ばしていただき、横から元に戻していただきます。それでは両手一緒です。息を吸いながら、両手肩の横に伸ばし、さらに頭の上に伸ばしてください。そこで息を5つ止めます。1,2,3,4,5、息を吐きながら床ギリギリのところを滑らせ、最後はお尻の脇に戻してください。引っかかるところ、痛いところなどはなかったでしょうか。では伸びをしていただきます。両足を揃えて、つま先を伸ばしておいてください。手を組んで頭の上に伸ばし、息を吸いながら上と下にビューッと引っ張り合って伸びてください。伸びるだけ伸びたら、息を吐いてはーっと力を抜きます。もう一ついたしましょう。今度はかかとを突き出しておいてください。手を組んで頭の上に伸ばします。もう一度息を吸いながら、上と下にビューッと引っ張り合って伸びてください。
伸びるだけ伸びたら息を吐いて、ストンと力を抜きます。では起きる前に腰を伸ばしていただきますので、両手で両方の膝を抱えてください。きつい方は膝の裏に手を添えていただいて構いません。ちょっと手を緩めて、お尻を右に左にコロンコロンと転がって、優しく背中をほぐしてください。真ん中で止めてください。足を下ろしたら片足ずつ伸ばしていってください。左手を頭の上に伸ばし、右足を左足の前に交差してコロンと横向きになり、両方の手を床について、膝を曲げてからゆっくりと上半身を起こして、時間をかけてゆっくりと起き上がってください。呼吸法をいたしましょう。左側が内側、右足が外側になるようにあぐらで座っていきます。真ん中の正中線で足首と足首が交差する安楽座、あぐらの座り方です。片足を乗せていただくとハンカフ座になります。楽な座り方で結構です。正式なレンゲ座の形は、足の付け根の上に左足を乗せて、さらに反対側の足も付け根に乗せて、足の裏が天井に向くように座ります。盲腸のあたりや直腸のあたりを刺激するような座り方です。その姿勢で背筋を伸ばしていただくと、エネルギーが頭のてっぺんから尾骨の方に垂直に流れていき、さらにまた頭の方に突き抜けて戻っていきます。気の流れが良くなる座り方になります。ただレンゲ座をするには、股関節や膝がかなり柔軟性がないとやりにくいので、半分だけ乗せていただいてもいいし、安楽座だと大体の方は楽に座れるかと思います。それぞれの座り方で結構です。左手は親指、人差し指で輪を作り、3本指を伸ばしておいてください。右手は人差し指、中指を眉間にあてがいます。親指は右の鼻の外、薬指は左の鼻の外、薬指で最初に左の鼻の外をあらかじめ押さえておいてください。鼻が詰まっている方は無理していただかなくて結構です。ゆっくりと肩鼻の呼吸をいたします。息を吸って右の鼻から入れます。親指で蓋をして止めてください。力まないように4秒です。1、2、3、4、左の鼻から息を吐きます。そこで止めてください。1、2、3、4、左の鼻から息を吸って薬指で蓋をして止めます。1、2、3、4、右の鼻から息を吐いてください。そこで止めます。1、2、3、4、右の鼻から息を吸って親指で蓋をして止めてください。1、2、3、4、左の鼻から息を吐きます。そして自然な呼吸法に戻してください。そして両手を膝のところにふわりと置いてください。最後に姿勢を正していただきます。正座になって膝と膝の間は拳一つ分、足の指は重ねないように座ってください。
目をつぶってください。手のひら天井に向けてふわりと膝の上に置きます。横から見た時に背骨が緩やかなアルファベットの S の字を描いているようなイメージをしてください。胸や肩や腕の力を抜きます。両方の肩は同じ高さに揃っています。頭は風船のように軽くふんわりと肩の上に乗っています。口は閉じていても歯は食いしばらず、上顎と下顎に舌が軽く触れている程度です。少し呼吸を感じてみましょう。では目を開けてください。最後は合掌のポーズです。両手を合わせてください。息を吸いながら両手を鼻のところに持っていき、吐きながら両手を頭の上に伸ばしていってください。できる方は胸を開いてください。自律神経が調整されて全身に活力がみなぎってきます。自然呼吸のまま胸のところに戻してください。最後は手のひら天井に向け、ふんわりと膝の上に置いてください。これで終わります。お疲れ様でした。